今日はですね、この夏の移籍で甲府を去っていく選手たちにさよならをね、言っていこうと思います。渡辺正樹選手、今年にギラバンツ北九州から甲府にやって移籍してきた選手なんですけれども、FC 岐阜へ期限付き移籍で移籍することになりました。片道とかねよく言われるんですけど、できればね渡辺選手には甲府に帰ってくるか、少なくとも来年はねもっと上のクラブで活躍できる、そんな選手になっていてほしいなと。J2 下位でね、今年は出番ないから、甲府で出番ないからそれで仕方ないかなというところかもしれませんが、来年また上のチームでできることを、切に祈ってます。というのもね、やっぱ去年ギラバンツから甲府に来た経緯、去年天皇杯でギラバンツに PK で負けたのはすごいむかっぱらだったんですけども、要はJ2 の、5位でしたか、プレーオフ圏内に入ったチーム、実際にはスタジアムがないというせいで J1 ライセンスなし、つまりプレーオフに出ることすらかなわなかったわけなんですが、そういうしかプレーオフ出る資格がないと分かっているチームでそれだけ健闘できた選手たち、ギラバンツ北九州の監督さんたちも、じゃあそれでお前らやる気出さないのかと、プロ選手だろうとね、なんだから上目指せと、チームが上目指せないんだったらお前ら J1 に引き抜かれるぐらいの選手になれなんていうような話をしてきて、それで、モチベーション上げて本当にやってくれたわけです。もうギラバンツ北九州から上を目指した選手たち、特に J1 に来た甲信越、このエリアに来た2人が活躍できずにいるっていうのはちょっと残念な気持ちでいっぱいです。ただそうやって上への挑戦の切符をつかんだがゆえに今その去年のギラバンツ北九州、今年のギラバンツ北九州より下位のチームに飛ばされるなんてことがこのまま終わっていいものだろうかと、いや良くない、そういう意味では渡辺正樹選手が挑戦の場としてヴァンフォーレ甲府を選んでくれたこと感謝してます。そしてそれが逆にサッカー人生下の方に行ってしまうきっかけになってはいけないと、ここでまた挑戦し直して来年はプレーオフに行くようなチームでまた活躍をしてほしいと思ってます。来年のシーズンだったらね、確かギラバンツ北九州そのさらに翌年のスタジアム間に合って J1 行けるのかな、それかそれより上を倒すようなチームに移籍できること、もしくはヴァンフォーレに戻ってきて活躍していること、来年はそういう活躍をしてくれるということを切に祈って期限付き移籍頑張ってきてほしいと思います。以上、ハッチでした。